はいということで、えー、今回は何でねあの白シャツにネクタイを締めてあのいるかというとあのー、昨日僕の通ってた中央大学の卒業式がありまして、まあ、あの正確には卒業式はなかったんですけどコロナウイルスの影響でなくなっちゃったんですけどやっぱねあの卒業式が行われるはずだった日はあのみんな大学行くみたいだったんで、まあ、僕も最後だしね あのちょっと行こうかなと思って感慨深くなって、うん、あこれで最後かっていう気持ちになって行こうと思ってそう行ってでそれであの夜飲み会し行ってであの酔っ払ってで朝このまま出勤したっていう <laughs> 感じですなのであの卒業式のままの格好です。はい <laughs> <laughs> っていうのはまあ置いといて今回はあの何の動画かというと、あのー、やっぱ卒業式とか、まあ、例えば卒業式に限らず入学式とか式とかの時ってあのやっぱセットアップというかスーツというかを着ることになると思うんですけどその時にやっぱ服好きな人とかってあのやっぱ絵お山とか絵置きのスーツじゃ満足いかないわけですよ。<laughs> っって言った時にあの自分の好きなブランドだったりのセットアップで行くと思うんですけど僕はねあの昨日どんな格好で行っったたかっていいいうののをねあの今回紹介したいと思います <laughs> 本当はねあの卒業式の数日前とかに卒業式どんな格好で行こうか考えるっていう動画まあ、いろんなセットアップ規てみたいな動画出そうと思ってたんですけどちょっと遊んでたらねあの 卒業式当日の朝になってて気づいたらしかも当日もね寝坊して10時ぐらいに起きてあやべえってなって <laughs> そんな動画撮れなかったんですけどまあ来年に向けて、うん、なんかあのやっぱそういう時ってどんな格好で行ったらいいですかっていうかなんかおすすめのセットアップありますかとかやっぱねその質問が絶えないのでこの度ね動画にしたいと思いますということで、まあ、早速ねあの僕が卒業式にどんなセットアップで行ったのかお見せしたいと思います <laughs> ということで 3、2、1、はい。<laughs> ということで、あのこの格好でいきました、卒業式に。うん、はいこんな感じで。はい <laughs> まあねあの、これ、前もね動画で紹介したんですけど、マリアのの、えーノの20年 SS の今期の,あのセットアップになります、これでね、あの僕、行きました。<laughs> <laughs> はいこんな格好で、うん、で僕ねあのセットアップ多分10型くらい持ってるんですけど10は持ったか <laughs> 89ぐらい確か持ってるんですけど、あのーまあ、その中でねどのセットアップで行こうかずっとか考えてて本当に当日の朝まで決まんなくて <laughs> で当日の朝の気分でもうこれだってなってあの直感でねムードで選んでこの格好で行きました。まあ、ただあのー セットアップは決めてなかったんですけどインナーとネクタイはもう白シャツに黒のネクタイっていうのは絶対決めててまあなんか最初はまあなんだろうなこうネクタイとかじゃなくて普通に T シャツとかまあタートルネックとかで着崩していこうかなとも思ってたんですけどやっぱり四季は四季なんでなんかそこはちゃ,ちゃんとしたいなっていうところがあったんであの、まあ、インナーはシンプルめに、うん、かつすごい王道なあの配色で。 選んででセットアップ何にしようってなってさっきも言った通りね朝のムードで選びましたとまああのー、マリアのーノかったですねこれでいって普通にうんでそうだ遠くて見えなかったと思うんですけど靴もねマリアーノで統一してあのー、行きましたはいこんな感じでねちょっと何て言うんだろうなちょっとクラシックっぽい感じクラシックとは違うからちょっと昔っぽいスタイルパンツも太めで ジャケットもオーバーめで肩もパワーでみたいな <laughs>、うん、そういう感じちょっと昔っぽいのがいいなと思って、うん、しかもあのー、まあマリアーノの多分このセットアップも詳しい数は分かんないですけど多分まあ日本にも10着くらいしかないんじゃないかな <laughs> 分かんないけど多分っていうのもねあってねいいなと思ってちょっとレア感もあるし卒業式でマリアーノを着てくやついないっしょっていう。 完全に自己満なんですけどこんな感じの,、ね、あの格好で行きました <laughs> この格好でね行ったんですけど、まあ、中央大学の,、ね、あの卒業式の様子を話すとあの <laughs> 僕ねなんか卒業式とかって結構あの派手なセットアップの人とか多いと思ってたんですよ例えば紫とかピンクとか、まあ、黄色黄緑とかなんかいっぱいいるかなと思ってたらあの僕が一番目立ってました。<laughs> もう本当に、あのー、僕以外絵沖かヤマの2択っていう状況でしたね多分 <laughs> だから本当に普通のビジネススーツの人がめっちゃ多かったです、うんまあ、女子は袴とかまか、あ、まがほとんどだったんですけどいやビビりましたね、うん、えこんないないのみたいなこんなになんか絵沖、ま、なのっていう <laughs> 風にビビって本当にね僕が。 マジで一番目立ってましたねこの格好 <laughs> 僕より全然目立ってる人ねいっぱいいるのかなとか思ってしかもそう僕ね卒業式というかの日に大学行ったのにはまあ、最後だから行こうかなっていうのもあったんですけどどっちかっていうとであのー、まあどんな動画かっていうと例えばまああの卒業式で。 えーとスナップとかでなんかちょっとイケてる人いたらスナップ撮ろうかなとか思ったりとかあとはあのーまあ、中央大学の人通り多いところにカメラをねずっともう固定で置いて通りすがる人の、あのー、ファッションを垂れ流すっていうただその動画とか,かそういう動画とかもね撮ろうかなとか思ってたり、まあ、あと中央大学もう最後だから学食食べる動画とか。<laughs> <laughs> まあそれはあのまあサブちゃん行きですけどまあそういうまあ最初の2つとか本当にね撮りたかったんですけどあまりにもねえおきえおやまが多すぎてあこりゃダメだってなって諦めてねあの中大行って滞在時間15分か20分ぐらいであのすぐ友達と出てあの中央大学の下にね坂の下にファミマがあるんですけどそこでお酒買って飲んであの友達ん家行ってみたいな。 感じそうだからね結構残念でしたね正直うんなんかバッチバチの人とかいるんじゃないかなとか思って楽しみにしてスナップとか撮りたいなとか思ってたんですけど思いのほかちょっとねあの期待外れですぐ帰りました <laughs> こ,のこれで一番目立ってたからね普通にうん <laughs> はいという感じでまあどうでしょう うんまあ、でそこでねあの僕思ったのが中央大学のほ、まあ、他の大学はどうか分かんないですけどあの意外とというか全然いなくてで結構ねあの正直僕浮いてました <laughs> 浮いてましたわ、うん、普通に浮いてたんですけどまあ別に、うん、浮くことは前提で分かってはいたんですけど、まあ、完全に浮いててそう自分で言うのもなんですけど、うん、完全に浮いてましたね。ってなった時に、あのー、なんだろうな もうおすすすめのセッットアップなんでかかとかいう質問がね結構成人式とか、まあ、卒業式入学式とかの時って結構絶えないと思うんですけど今回ねあの、まあ、20年 SS のアイテムであの僕がおすすめするセットアップをね今回お伝えしようかなと思いますまあ、そのあのなんだろうなさっき言った中央大学に行ったこの状況を見ての,あの反省点を生かしつつもっていうような感じで見ていただけたらなと思います。なななのでまあんだろうな 結果的にその人がどう見られたいかどう見られたいというかどうありたいかっていうのには関わってくると思うんですけどでも思ってるほど多分どこもこういう派手な人 <laughs> いないと思うのでいないじゃないかなと思ったんですよ。うん、なのであの今回ね僕が提案するのは、まあ、あのその人がそもそも,もうなんか着たいものを着るとかもう。 絶対これでどんだけ浮いても目立ってもいいっていうメンタルだったらあの、まあ、こ,んこういう、まあ、生地がね結構派手めでものものとかね、まあ、これとか例えばあと20年 SS のね今期の、まあ、サリバンのこのピンクのメランジのセットアップとか、まあ、この色でね結構目立つアイテムでいってもいいと思うんですけどでもなんかそういうのが気になるとかああのまあ、好きなブランドとかかっこいい。 エエオヤマ、エオキ以外のでブランドのセットアップかっこいいやつ着たいんだけど目立つのが怖いみたいな浮くのは嫌だみたいな人ってね絶対いると思うんですけどそういう人にねあのおすすめなのはまあこれはリトルビッグの,あの今季のスモーキーのねあのセットアップですけど、まあ、色がねそこまでこうなんだろうなまあ黄緑っちゃ黄緑なんですけど、まあ、あのスモーキーなんであんまりこう主張が激しすぎなかったりけどやっぱあの いいい色しててて形も綺麗でっていうそういうアイテム選びだったりとか、まあ、その派手すぎないというかまず生地で派手すぎないものを選んだりとかあとは、まあ、そうさっきのねみたいに色があるけどあんまり目立ちすぎないというかいうの選んだりとかあとは、まあ、こういう前から見たら普通のシングルかなと思うきや、あのー、こういう感じで千鳥柄かつ裏地がね、あのー、光沢感のある紫で。 でなんといってもこの後ろ <laughs> バッグがねあの、ボタンで開閉できるっていう、まあ、こ,のこういう感じのアイテムとかさっきの色違いとかね、うん、こんな感じでそこまで派手には見えないと思うんですけどやっぱあのさっきと同じボタンとパンツもね、セーラーパンツの形をしてたりとか、まあ、そのひと癖ちょっとあるアイテムを選ぶのが、ねうん、いいかなと思います。ちょっっと伝わったかな <laughs> <laughs> 伝ったからこういうのはちょっと生地がもうねあの単色でしかも発色もまあまあいい色で目立つと思うんですけどそこまで目立ちたくないって人は生地に着目してなんか選んでその他の点で遊び心を入れるというかさっきのボタンしっかりまあ変形とかギミック系とか、まあ、あと例えばなんだろうインサイドアウトとか色ってやっぱこのパッと見で分かっちゃうじゃないですかあって <laughs>。 あって <laughs> だからそこを抑えて、まあ、色は落ち着き目なんだけど例えばシルエットとか生地感、えー、とあとはギミックとかね例えばジップついてるとかなんかそういうところで生地の色以外のところで遊ぶとかっていうのが重要なんじゃないかなと思いますそれだけでまたちょっっと変わってしんかまあ心の持ちようもね当日会場での。 あの心の余裕も出てくるじゃないか俺目立ちすぎてないかなとかそんなねあの怯えることもなく入れるんじゃないかなと思います <laughs> まあ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 、まあ、ただああのまあ、結論ねあののー、の番着着たいものを着るのがいいいもをるがと思います、うん、そうそうそういくら目立とうがそれもまた一つのいい思い出になると思うので、うん、僕はねめっちゃこれで行ってね全く後悔してないしねあのー、これで行ってよかったですねすごい満足してます。<laughs> のであのなんかチキって変な格好で行くよりは行行きたい格好したいいいいい格格好好しで行くのが一番いいと思いま,すまあ僕はどっちかっていうと前者というかなんだろうな別に目立ってもいいし <laughs> だからこそこんな格好で行ったんであ,のあれなんですけど、まあ、そういう方とかは別にこのマリアのセットアップとか、まあ、あとは普通にこれもうサリバンのねあのさっきのやつのコート版なんですけど。 色はね、まあ黄色っちゃ黄色なんですけどそこまで、ね、派手すぎないけど、あのー、今度こっちはねショーツっていうショーツとコートっていうその斬新な組み合わせとか生地は派手じゃないけど組み合わせで遊んだりとかもいいかなと思ういますはいそんな感じですねちょっと伝え伝えたいこと分かったかなそ <laughs> そうそう,そう、まあ、とりあえずね、あのー、なんかまあ着たいもの着るのが一番だとは思うんですけどやっぱ。 こう僕もね、まあ、目立つだろうなと思ってたんですけどちょっと想像以上に浮きすぎてちょっとビビった自分もいたんでなんかそうなりたくない方 <laughs> まあ全然ねそれでもいい方はいいと思うんですけどそういうのが怖いっていう方はまあなんか一つのねこういう参考にしていただけたらなと思います。はい、っていうかそう僕ねあれなんですよ <laughs> なんならねさっきお見せしたこれこのセットアップでもう行こうか。 迷ったしそうショーツとコート、これも僕持ってるんで <laughs>、ああのー、まあ、今はちょっとお店なんで、手元にないんですけど、そうだからこれとか、あとは <laughs> まあこのセットアップでもいいなとか思ったりとか、迷って、迷って、で、結局ね、あのー、その日の朝の気分で <laughs> マリアーノに決めましたという感じですね。はいまああぜひのー これから入学式とか来年卒業式とか成人式とかの方はねあの取り入れていただけたらなと思います <laughs> はいそんな感じでしたあのまあ卒業式行ってみたいの感想を最後に言うとね大学生終わってしまうってことでね本当に泣きそうになりましたね <laughs> なのであの卒業までにねたくさん今学生の方は楽しんでください <laughs> はい以上竜松本でした また。